皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の方程式第1回目は等式と方程式というタイトルで、等式ってどんな式、方程式って何なのというのをまず説明して、その後で等式の4つの性質を利用して方程式を解く基本、これをお話しします。まず等式ですけれど、等式というのは等号、等号というのはイコールのことです。これイコールを使って2つの数量が等しいということを表した式です。例では 2x プラス1イコール19と、 2x プラス1を計算したものと数字の19が同じだよ、これを表しています。ですからこれは等式なんですね。そして等号イコールの左側を左辺、右側を右辺といって、その両方を合わせて両辺、このように言います。じゃあ方程式はというと、式の中の文字、ここでは 2x プラス1の2の後ろの x ですね、この文字の部分に特定の数字を入れた時だけ成り立つ等式、これを方程式と言います。2x プラス1イコール19は x に9を入れると 2×9 足す1、計算すると19ですね。だからイコール19、これが成り立ちますから、これ方程式です。そしてこの方程式を成り立たせる値、数字、ここでは9でした。これを解と言います。方程式の解といって、この解を求めることを方程式を解く、このように言います。では次に等式の4つの性質、これを利用して方程式を解く基本を説明していきます。1つ目の性質、1番は A イコール B ならば A プラス C イコール B プラス C、ね、A イコール B だったらその両辺に同じものを足しても等式は成り立つと、そういう性質です。例でいくと、括弧1x-3 イコール8、これ解というのは x にいくつが入ればいいかと、ね、x がいくつなのかって知りたいので、左辺の方を x だけ残したいんですよ。だけど左辺が x-3 と -3 がついている、こういう時には x-3 に3を足してあります。もちろん右辺にも8プラス3と3を足してあげます、ね、引く3足す3ですから、この部分消えて x となって、8足す3は11ですから11と、この方程式の解は x イコール11と、11が入ればこの等式が成り立ちますよと、こうなるわけですよね。括弧にも同じように考えます。 x-8 は -2 と、この-8邪魔なので x-8 の後ろにプラス8とつけて、この数字の部分を消します。左辺を8足したので右辺も8足しますと、 x イコール6と、ここに6が入れば式が成り立ちますよと。6-8 は -2ですよね。成り立ちます。2つ目の性質です。A イコール B ならば A-C イコール B-C。さっきは足し算だったんですけど、今度は引き算で A と B が同じだったら、ね、その両辺から同じ数を引いても等式は成り立つ、こういう性質です。括弧1は x プラス10は3となっていますよね。この足す10を消したいので x 足す10引く10とします。右辺も同じように10を引きますね。10引く10でこの部分消えて x だけになります。x イコールマイナス7、解はマイナス7ですよと、
このように求めることができます。括弧2番 x たす5は8、たす5の部分邪魔なので x たす5から5を引いてあげます。もちろん右辺も5を引きます。8引く5と、こちらが x だけ残って、8引く5は3なので x イコール3と、 x の部分に3を入れたらこの等式成り立つと、ね、3たす5は8、 x には3が入ればいいんですよというふうに解が求められるわけです。3番目は a イコール b ならば ac イコール bc、A と B が同じだったらその両辺に同じものをかけても等式は成り立つと、そういう性質です。方程式が分数の形になっているときに使います。括弧1、2分の X イコールマイナス4、この X を含んでいるもの、これ分数になっていますよね。この分母の2を消したいので2をかけます。もちろん両辺にですね。ですから2分の x かける2はマイナス4かける2、こうなります。ここで約分できちゃいますね。そうすると x イコールマイナス8と、このように解が求められるわけです。次です。括弧2番6分の x イコール3、同じように考えます。分母が6なのでこの6を消すために両辺に6をかけます。6分の x かける6イコール3かける6、約分して6が消えて x イコールサブ6 18と、このように方程式の解が求められました。4番目です。A イコール B ならば C 分の A イコール C 分の B、 A と B が同じだったらその両辺を同じ数で割っても等式は成り立つと、そういう性質です。括弧1で 4X イコール12と、 X 係数が4になっていますからこの4を消すために4で割ります。この時分数の形になります。つまり4分の 4x イコール4分の12と、こういう形にしてください。 4x 割る4というふうにしないように。なぜかというと方程式の解って必ず整数で出てくるとは限りませんね。ですから割り算の場合割り切れない時があるわけですよね。そういう時は分数で表す。だから最初から分数の形にして計算をしていく、そういうことです。4が約分できてこのようになって x イコール3というのが方程式の解、このようになります。括弧2番 10x イコールマイナス7、x の前の係数10ですから両辺を10で割ります。10分の 10x イコール10分のマイナス7と、こうなりますね。約分しちゃいます。 x イコール、この時気をつけてください、マイナスは分数の前に出してマイナス10分の7と、このように書いてくださいね。今回は等式と方程式で、まず等式って何か、方程式って何かという説明などで、等式の4つの性質、これを使って方程式を解く基本、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。